皆さんどうもこんにちは、キャベツです。ゲームをアップデートしただけで HDD が破壊される神ゲー、それが PSO2。 ゲームはプレイすることが楽しみなのに、楽しむ努力をしろと公式で発言する神ゲー、それが PSO2。 公式のアニメでユーザーは運営に感謝しろとキャラクターに発言させる神ゲー、それが PSO2。ネトゲ業界すらも脅かす存在となった PSO2。 2012年に正式リリースされてから約8年、本作はこれでもかというほどに問題を起こしは炎上を繰り返してきました。当初同時接続者が数万人を超えていた本作は、今や数千人もあるのかというほどに下回る始末。新規でプレイする人はいるのだろうか。今回はそんな炎上しすぎて燃えかすになってしまっている PSO2 の炎上歴史をご紹介していきたいと思います。では行こう。リターナー事件。本作 PSO2 にはリターナーという特殊能力を付与されたユニットが存在しています。当初リターナーは3日に1回行くことができる TA を受注すると、かなりの低確率でダーカーノスという場所に拉致され、そこから脱出するというイベントが発生します。そしてこのクエストをクリアするとリターナー1が付与されたユニットを入手することができるというわけですが、そのリターナー1を3つ合成するとリターナー2になり、2を3つ合成するとリターナー3になり、というふうに最終的にはリターナー5にまで成長するといったゲーム配信量産のアイテムである。その実、努力に見合った最強の能力と化す特殊能力でした。しかし2016年4月、事件は発生。その頃 PSO2 ではついにプレイステーション4版がサービスインするという記念すべき日がありました。しかし一方その頃 PSO2 は4月20日のメンテナンスを終えてからというものの、 NPC のゲーム内ショップにてリターナ2が付与されたユニットが3800メセタで陳列するようになるという異常事態が発生。もちろんリターナの価値は大暴落。これを売りさばいてリアルマネートレードした人は数百万を稼いだりしなかった。その異常事態を察知した運営は4月21日メンテナンスを開始。その後店売りリターナーは不具合であったと発表され、当日の8時50分をもって終了。このようなことからリターナーのアイテムは運営が全て削除するか、ロールバックが濃厚なのではないかと言われていましたが、 PlayStation 4版がサービスイン当日ということもあってか、ショップでの当該ユニットの販売を止めただけで購入したものはそのままで終わり、加えて今回起きてしまった不具合によってリターナーの価値は暴落したため、今後配信予定のクエストクリア時に今回不具合で配布したリターナー2の上位能力であるリターナー3が付与されたユニットを入手可能にするという、全くもって意味不明な対応がされるという始末。この事件によって PSO2 配信だったプレイヤーたちがアカウント削除して他のゲームに引っ越した数は相当数いるといいます。エキスパートブロック事件。2016年10月5日、エキスパート専用ブロックが実装。こちらは条件を満たすことができる一定水準以上の腕前や装備を持つ人同士で集まるための機能であり、いわゆるレアアイテムを持っていなかったりレベルの低いプレイヤーはこっち来んなというシステムであります。こちらを実装した理由は、当時新規参入者と既存プレイヤーのプレイスタイルの違いや当然生まれるレベルや装備品のヒエラルキーを分けるためであったといいます。実際レベル格差が違う人がマッチした結果、ちょっとした難易度のクエストでもクリアができないといった状況がありました。結果このエキスパートブロック、通常レアアイテム持ってねえやつはこっち来んなという常呼ばりの再設定がされたのです。しかし本来本作はガチプレイヤーが大半ではなく、プレイヤーが一堂に会しワイワイプレイするゲームであったため、ゲーム配信にしか入りないブロックを作ることでゲーム配信がライトユーザーを煽るというレベルの低い戦争が勃発。ライトユーザーたちは涙目で運営に改善を促しましたが、さすがは炎上御用達の運営、オーバーキルするがごとく。エキスパート専用ブロックの入場制限に最高レアの星14防具を3種類持っていないと入れないようにしました、というまさに配信ゲーマー万歳と言わんばかりのアップデートを実装。結果大炎上。実はこのレアの防具というのは最高レアの武器よりもさらにドロップ率が少なく、装備箇所は3箇所あって1箇所だけがドロップしまくって残り2つのドロップが一生起きないという状況もあるため、配信ゲーマーですら悲鳴を上げるアップデートでした。バン祭り。 PSO2 ではパーティーを組みクエストに出発することができますが、時折何も言わずにクエストを中断してパーティーを抜ける人は少なからず存在。そんな迷惑者を駆逐しようとして開催されたのがこのバン祭り。クエスト中に周りのプレイヤーのことを考えずにクエストを放棄するのは迷惑行為と公式が考え、それら全てに該当するプレイヤーはバン対象と宣言。しかしこのバンシステムは PSO2 らしくもちろん欠陥付き。バンをするのは自動であり、何度クエスト中断をすればバン対象になるのかといった詳細は公式からも発表されず、
ずじまいだったため、本当に訳ありでクエスト中断をする人たちが中断できないといった事案が発生。事実、1回でも中断するとバン対象になったプレイヤーも続出。オンラインゲームでありがちなクエスト開始時から放置プレイといった場合にもクエスト中断ができず、ただただ放置プレイのプレイヤーにイライラしながらクエストを進めなければならないといういわゆる介護の状態になることがありました。こんな風に究極の選択を強いられてしまったバン祭り、運営が何も考えずに目先の問題ばかり解決しているということが分かった炎上事件でした。楽しむ努力をしていないなら文句を言うな。先ほどご紹介したバン祭りのその後、もちろんプレイヤーには怒りが蓄積されていました。バンされた対象はライトプレイヤーやゲーム配信とは関係なく無差別に行われていたため、配信レベルでプレイしているプレイヤーは毎日ビクビクしながらプレイしなければならず、そんな日々に嫌気がさした配信プレイヤーが規制や放置が多すぎるから回線落ちでバンならこいつらもバンしろやとブチギレ。運営はこの声に対し生放送で、効率目的ならコミュニケーションをとって固定を組む努力をしましょうと発言。介護プレイヤーを消すためのエキスパートブロックが結局バカみたいな内容であり、加えてバン祭りの次は運営が開き直り、もはや楽しむ努力をしろと言っているようなもの。 PSO2 運営よ、楽しいゲームを作る努力をしろ。その他の炎上事件一覧。ファンタシースター感謝祭2016、大阪で新レイドボスとして突然戦艦ヤマトをお披露目。しかし船の紋章に菊を使用し炎上。この紋章は皇族の家紋と同等なので敵モンスターとして倒すということは明らかに不謹慎ということで炎上。紋章はその後変更されました。公式の運営がニコニコ生放送にて、次回実装する武器はかなり弱いものなので現時点で強いとされている武器を強化しちゃってねと発言をするものの、その1週間後ほとんどの武器がゴミクズと思えてしまうほどのめちゃ強い武器を実装し大炎上。公式が Twitter と本作 PSO2 を連動させるとアイテムをあげるよと発言するものの、その1ヶ月後に Twitter で運営を批判した人は赤バンしますと発言し炎上。とにかく炎をつけなければ落ち着かないのか。炎上を日常化させてしまっている PSO2。 今回ご紹介した炎上事件は PSO2 の歴史の中で有名な事件を挙げさせていただきましたが、他にも細かい炎上事件は無数に存在し、全てを説明するには一つの動画だけではこと足らないので、またの機会にご紹介したいと思います。 PSO2 の歴史を見て一つわかることは、運営は調子に乗ってはいけない、ゲームを提供してやってるんだからというスタンスが漏れ漏れの運営が供給する娯楽を長期的に楽しむことはまさに修行なので、私キャベツはおとなしくエロゲーをプレイしておきます。皆さんおすすめのエロゲーがあればコメントお願いします。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。チャンネル登録をすると広告収入が入る。